直言流大薙刀術。大薙刀術は剛力の男子の武器として用いられ、奥州五三年の越頃より源平鎌倉戦国時代にかけて隆盛を極めた。直言流は中でも豪放なものであるが、元気天正の頃京に起こり慶長の頃津軽に伝わった。用いられる大薙刀は全長 九尺以上で頭部一尺八寸、絵七尺、石突き二寸とされている。徳川時代に入り女子が学ぶ場合は大薙刀の寸を七尺とした。大薙刀術のほか棒合わせ術もある。 Thank you.